ーから島谷で24歳の若いキャプテンです。かなりスピードがある選手です。そしてドワイト・ラモスポイントゲッターがスリーポイントを射抜いてきました。1つ目来ましたね。島根も走る、マカドゥが走る、そのまま行った、こぼれる、北海道ボールです。両者かなりスピーディーな展開になって、今度は星野が先頭。いいですね。ドワイト・ラモスここまで5ポイント、ラモスの奮起も欲しいところ、2ポイントを射抜きます。水谷海斗、オフェンスを期待されてこの北海道に今シーズンやってきました。ただ島根が立ちはだかる。そして先頭を北川が走っているが、後ろからブロックだ。そのところで足を痛めてしまったかもしれませんね。今ちょっとその映像が出ます。かなりスピードを持ってブロックに行った後ですね、ホワイトラモスの当たりも行きたいところですが、ここはもうすぐに得点奪ってきました。手をかけて島谷にも行きましたが、ここは落とした。いいですね、クリーナー選手、いい体の張り方ですね。そして走っていく、やはり走っていく、決まりました。選手、うまく左腕でブロックショットかわしてきましたね、はいはい、ここは我慢の時間帯かもしれませんね、しっかりクリエイトはできています。島谷もペイントアタック、ここはパスをさばきました。一つドリブルをついてラモスのスリーポイント。ラモス選手乗ってきましたね。島根の攻撃が続く。昨日22得点のコティ・クラークが中に割って入っていくのか、ブロックがありました。ここはラモス選手ブロックショットしましたね。スピードを生かすか、パスです。ラモス今日さらにスピードに乗っていくか、決まった。ここはさすがに島根もたまらずタイムアウトですね、押せるのであればどんどんプッシュして前に前に進めようというところが、はい、今のところうまく、まあ、ただ寺園のパスをさばきます。ドワイト・ラモスです。来ました、3本目のスリーポイントになりました。まだリードは北海道です。ドワイト・ラモス今度は中への侵入で得点です。ドワイト・ラモスです。そしてまた島谷の元にボールが戻ってきた。ラモスに預けてペイントアタック仕掛けた、バスケットカウント。いいですね、止まりません。1点目今のも最後にエバンス選手に一度体を自分からぶつけることで、やはりエバンス選手のブロックショットに行くスペースを、作らせなかった。そして関野、そしてアレンがいます。北海道一方キング海、あタイトなディフェンスに行った杉浦、ラモスが自分で行く、エンドワンバスケットカウント。ラモス選手には積極的になってほしいですよね。まあ、この人のもともと持っているオフェンス能力というのは昨シーズン2ポイントショット、ロング2は一方走っているラモス、見事なファストブレイクポイント。ドワイト・ラモス、ここでクリーナー見てポンペイから決めた。ラモス選手もいいパス出しましたね、いやラモス、さあラモスが行くのか、自分で行く、ハーフショット決めてきました。よく押し込みました、奥田さん。そうですね、やはりいい第3クォーターの入りですよね。それを作ったのはラモス選手ですからね、はい、今のこうワンハンドでのショット、これ簡単ではないと思うんですが、いや非常に難しい。そうですまでにラモスのスリーポイントショット、今日1本目、ようやく来たドワイト・ラモス。キックアウトして松崎、ウェルシュ、あここもこの辺りの松下の感覚の良さもありました。バウンスパスを見せてクリーナー、島谷からラモス、ラモスからウェルシュ、ウェルシュにはコッツァーがついている。バックダウンしていこうというところ、ラモスが打つ1本目のスリーポイントショット、決まりました。このキング・カイが今日はスターティングファイブです。ラモスが連続スリーになるか、2本目、いいですね。そしてラモスがエルボージャンパー、止まんないですね、ラモス、止まりません。もうすでに8得点。島谷からラモス、ラモス、マッチアップ変わりましたね。あ、マッチアップ変わりました、キック回がついてますね、はい、ラモスに対して。そしてそのラモスがコーナー3に行った、3ポイント。ここで大場がつく、そして島谷、ね、ラモスが3ポイント4本目、切りました。ラモス、アレンが打つ、今日3本目となった。アレンとラモスが当たっています。工藤も入っている。そしてラモスがいった、
ウェルシュもよく手を出した。ウェルシュパスを通す。1点差、1人選手倒れたがファールはない。ドワイト・ラモス今日5本目。5、6点ぐらいにとどめられるとかなりいい入り方かなと思いますね。ラモスステップバックからのショット、ペリメーターからのショットで2連続で得点を決めています。あ、ラモスエルボージャンパー使ってますね、はい、そしてフェリシオゴールした。アウバカ、アレンが手を出していたが、そしてラモスが行く、ラモスが行った、ファールもあった、エンドワン、バスケットカウント。よかったですね、今なんかおそらくですけどわざとスピード落としてですね、まあ、あえて横並びにした気がするんですね。ここから一瞬上げて落として、もうもしかしたらバスカンを狙って、そのただその奥にはフェリショがいます。フェリーアレン外からスリーポイントを狙ってきました。そうですね、クリーナー選手のペイントもありますし、とにかくファールでもいいのでもらって点数につなげたいですね。ステップバックからラモス、スリーがようやく来ました。ラモス入ってきた、ラモスからウェルシュのショット、青木、さあ青木からフェリシオ、これがリングに嫌われました。そして走る北海道です。ラモスからクリーナー、まあ時間をかけたくない北海道、ドワイト・ラモス、クリーナー外からスリーを狙ってきた。ウェルシュにはジェレットがついている。そこからラモス、さあスイッチディフェンスを見せた。そしてウェルシュ2ポイント、外に出す、アレンのアタックを選択、ラモス、まあ、ただここはよく手を出していた、その中で打ち切りました。さあ攻撃の手を緩めない宇都宮ブレックス、スティール、ラモスの右の2ポイント、遠藤に対しては島谷がついている。そして比江島にはラモスがつく。竹内康介のドライブから比江島ディープス、これは北海道粘りのディフェンス。今の、はい、まさにこの辺りがオープンになってないですね、ラモスからウェルシュ、両チーム最初の得点は、昨日はあそこのシュートが入ってたんですけど、今日入ってないので北海道としては後のリバウンド、まあ、今しっかり取れてますからね、はい、ラモスの3、今日1本目、ウェルシュがリバウンドなんとか拾いました。そしてラモスのアタック、今ボールを隠すような動きがありました、はいはい、そこはすぐには打たない比江島、おっとブロックショット見せたラモス、ウェルシュからラモス、ラモスが行く、落ち着いてますねラモス選手。ラモス、ウェルシュで行った、よく決めましたね。ファールはない、タイムアウト宇都宮。ウェルシュのジェレットがついている。イカルガ、ラモス、スイッチディフェンスになった、外出して関野のスリーポイントショット、ね、取ったという、はい、北海道としては助かりましたね、はい、そしてクリーナーから外に出した、ウィングの位置から関野のスリーポイントショット、よくついていってますね、まあ、宇都宮としては丁寧に守ることですね。クリーナーが打った、竹内、ラモスも拾う、そしてもう一度竹内、